皆さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷です。本日はですね、チェンジアップというリズム練習に焦点を当ててレッスン動画を配信させていただきたいと思います。まあ、チェンジアップというのが一体何かというと、一定のテンポの中で音符を変化させていくような練習っていうのをチェンジアップと言われてるんですが、例えばこう一定のテンポの中でこうリズムを刻んでるとしたら、まあ、タン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 、犬猫たこ焼きたこ焼き、イグアナシマウマ、マクドナルド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 、アメリカザリガニ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 みたいな、なんかそういう感じでこう一定のテンポの中でね、こう音符を変化させていく練習っていうのをチェンジアップと言われてる練習があるんですが、まあ皆さんね、この練習を例えばこう練習パッドの上でメトロノームを聞きながらね、こう練習をされることが多いと思うんですが、まあ実はこれね、メトロノームの音を聞いて、でそこにねこう合わせるように練習をしても、あまりこうリズム感向上にはつながらなかったりするんですね。メトロノームの音を聞きながらやると、メトロノームがなくなった時にその音がイメージできなくなるので、っていうよりもなんか体の中にこうメトロノームを作る必要があって、で体の中のメトロノームの補助的なものが、機械のメトロノームというようなイメージになります。なので、まあ、体の中にメトロノームを作る方法として、足でリズムを刻みながらこのチェンジアップの練習ができると効果的かなと思うんで、今回はいろんな足のリズムでチェンジアップをやってみようということで、今回はレッスン動画を配信させていただきたいと思います。今回ご紹介させていただくのが全部でですね、8種類9種類ぐらいです。四分音符、八分音符、三連符、16分音符、6連符、32分の音符をチェンジアップしていって、その都度ちょっとね足を交代してやっていこうと思います。
という感じでした。まあ、基本的にね、チェンジアップをするときもそうやし、まあ、8ビートを叩いたりとかね、こう何かのリズムパターンを叩くときもそうなんですが、クリックの鳴っているところを追いかけて叩くよりも、クリックとクリックの間の音が鳴ってないところをイメージするっていうことが大事だったりするんですよね。裏を取りながらやったりとか、拍と拍のこの間の音をイメージしながらやると、こうタカ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 タタカタってこう音符が変わっていく時でも迷わずやりやすくなってきたりとかもするので、まあ一番僕のレッスンの中では足を交互にしてやることが多いかなと思いますかね。このこの裏をイメージして、例えばこうイメージすると戻ってくる時がねすごく便利ですかね。例えばこうアメリカザリガニマクドナルド、たこ焼き犬猫、こう戻っていく時、リズムの補助的なものがこの裏のリズムになるのかなとも思うので、まあ、もしねこのチェンジアップリズム練習をするときもせえし、アクセント練習をするときも、まあ、基本的にこう足でリズムを取りながらとか口でカウントしながらやると、まあ、しっかりとね体の中にメトロノームが作られてリズム感が良くなっていくのかなと思うので、まあ、ぜひねチャレンジをしてみてください。はい、本日もありがとうございました。さよなら。